北斗で赤七、オーラ青から豪勝敗避けて18連、1ゲーム連で黒引いて2連で終わって計20連しましたが、いまだにラオウを倒したことはありません。夫です。朝から銭形の6打つ機会がありましたが、飲ませても飲ませても化けしか出ないので途中でぶん投げてきました。1ゲーム連どころかいまだに3ゲーム連すらしたことありません。嫁です。逮捕じゃー。じゃらじゃら。ドキドキ島の豚で9連しました。豚で9連ですよ。すごいでしょう。羨ましいでしょう。ごめん、よくわからない。今回はな、パニックセブン関係者の話も何本か混じってます。ちょっと怒るなよ。今度ドキドキ打ってみるから。ルパンが逮捕できますようにと通販で手錠を買ってみました。また余計なものを通販で。東京都グランドオープンさんのパチスロであったちょっとうまい話。閉店前、北斗全70代の設定しごろ発表台を下見して帰った。ふむふむ。次の日朝9時ごろ、昨日のしごろはこんな感じか。今日はどこが6になるかなとかやってたら、ピロリン。お、メール。どれどれ。ポチ。今日は設定を変更する人の具合が悪くなったので全体据え置きです。パチンコマルちゃん。うわー。大急ぎで並んで、回転と同時に狙い台へダッシュ。とりゃー。昨日の6をゲット。うおー。閉店までぶん回して11724枚出た。たまたまやった下見とメール会員サービスのコラボレーションでした。ふぅ。設定士さんが具合悪くて前代末置きとは面白いですね。発表がなかったら前代末置きでも意外と気づかなかったりするんだろうな。この会話からどうやってダジャレを作れと。泣くなよ。僕が悪かったから。東京都加藤丸31さんのパチスロであったちょっとうまい話。東中野でタクシー漕いでたら、はーい、はーい、木村魚拓さんが手を挙げていました。かこかこブーン。おい。でも回送だったので残念ながら載せれず、今度見かけたらちゃんと載せるからね。ごめんね。パチスロ必勝ガイドで大人気のライターさんです。魚拓さんに聞いたけど覚えてないとコメントが返ってきました。普段からしょっちゅう乗車拒否されてるってことなのかな。貧乏魚拓さん。貧乏小拓さんっていうか魚拓さんに謝れ。埼玉県黒猫大和さんのパチスロであったちょっとうまい話。埼玉のある店でグラサン師匠がいると言われ、喜んで見に行ったら、あの人だよ。マジで。ハマりまくっているし、こそこそメモ取ってるしで思わず引いてしまいました。ここでヘレンと。グラサン師匠ごめんなさい。師匠が言うにはこの店ではヘレーンと大声で叫ばされたこともあるそうですよ。仕事とはいえパチンコ屋でメモを取ったりする姿を見られるのってちょっと恥ずかしいだろうな。サラ金入るとこ見られるよりマシだね。メモにしといて。東京都尾上良太郎さんのパチスロであったちょっとうまい話。サマンサ三吉先生が
ちゃんのポーズで撃ってる人を見たらしい。うわっ、あいつ何やっとんねん。電話でその話を聞いて、チン、その人の幸せを祈らずにはいられなかった。尾上さんがこの話を送ってきてくれました。ちなみにその人は熱い局面になるともっちゃんポーズを繰り出していたそうです。これはサマンサさん情報です。ありがとうございました。ありがとう出ました。お兄さんから糖尿が出た。妹がお世話になっております。福岡県ポチさんのパチスロであったちょっとうまい話。仕事をサボってオフパチスロを打ってたらうっ、後ろに妻が立ってて、よいしょー、おひー、パコ、手下げカバンで後頭部を殴られ、財布ごとお金を取り上げられた。夜家に帰ってから反省文を書かされました。超ごめんなさい、超ごめんなさい。仕事サボってパチスロ打っちゃいけませんよね。パチスロ打つのが仕事っていうのもどうかと思うけどね。いい大人がそれを言っちゃおしまいよ。チャンネル登録お願いします。高評価もお願いします。コメントもくれよな。タメ口かよ。